誰だ。北斗の長兄ラオウ、シフに対して天を握ると豪語した。俺はそのお手伝いをしたいのだが。俺は俺の力で頂点に登る。誰かの力を借りて天を掴もうとは思わぬ。思った通りの男だな。俺はただその環境を作って差し上げようというのだが、あなたが望む世界。貴様にそんな力があるとは思えんが。この力、この力が動けば世は乱世へと動く。レイの幸福を握りつぶすにはこの男の力が何としても必要。ほう、よく立ち上がったな。貴様のその執念の源を見定めてやるわ。執念を見せてみよう。このラオウ、やわな覚悟では動かぬぞ。動かしてみせよう、俺の知略とこの剣で。なんと効果を楽しませてもらった。なんと頑強な肉体だが、俺も引けぬのだ。俺はまた帰ってくる。起こせるのか、ラウンを。サウザーを知っていいよ。ヤツは相当な野心家。俺はヤツに近づける。俺はサウザーの配下となりヤツを仰ぐ。覇者として乱世に立つべきだと進言する。続けろ。サウザーが俺の言う通りに立った。俺は自分の配下を引き連れ、ラオウ、お前と手を。当然サウザーは激怒しよう。そうなれば北斗とナントの対決は避けられなくなる。乱世の出来上がりだ。期待せずに待とう。貴様が起こす乱とやらをな。